おお。というわけで今日も始まります。今日のねスポットはこちらですね。ねこの神社に行ってみようかなと思うんですけども、まあこれ岡山市内からも比較的行きやすい場所なんですよね。軽く登山みたいな。でまあなんかねいろいろ見る場所がねあるんですよね。これ以外にもまたいろいろちょっと気になる場所があるんで、まあそこをね皆さんと一緒に見れたらなと思います。この道を15分ぐらい祇園口。いや本当はねもっと早く行こうかなと思ってたんですけど、車がねパンクしてしまってもうね4時ぐらいになってしまいました。あともうちょっとしたらね日の入りになっちゃうんですよね。うわよいしょ。あ、こっちに。弾丸な感じですね。ちょっとね降りていきます。
YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。結構ね、登ってきましたね。うお、昔の車が、古っ。9合目平安時代のここ一帯の山上には寺院が開かれていた。家かな？家が崩れたよ。おそらくね、ここもね、家があったんでしょうね。瓦が。おお、こんなとこに。いや、すごいですねこれ。立派な杉の木。
怖いなこれ。見よう、中見ようと思って。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。いや、なんか、ね、がっつり登山になってしまったんですけども、まあなんか9合目までは車で行くことができるんですけど、まあ、ちゃんとトイレもあって、まあ軽く歩く感じで9合目から行くのをね、お勧めしようかなと思います。まあ、こちらね、瀬戸内海国立公園っていうとこらしいですね。はい。まあなんか私有地あったりするんで、まあ気をつけてね、歩いてみてください。というわけで、まあちょっとね、不気味な感じでしたけど、結構ね、大冒険楽しいです。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。